話す家の内容は一緒です。ただしヤンさんはその母さんがやってたようなやり方で、母さんはヤンさんがやってたようなやり方で、 was dazu führt, dass nur relativ wenig Licht da durchkommt. Und dann mit der Karte öffne ich meine Tür. ここまでの場合、想像っていうのはイコール自分の経験、記憶ですね。だそうじゃないんだけど、自分が実際にやったことがあるわけでも、何でもないものをやるというのが与えられてテキストを演じるということですから、その時に、つまり今は自分がすでに持っているものを使えたけど、それは使えないってことはゼロから作んなきゃいけない。では、次のステップに行ってみたいと思います。ヤンさんは、カンさんの家の話をする。カンさんは、ヤンさんの家の話をする。つまり、今言った、その与えられたテキストをやる方にちょっと近づきます。Ich habe jetzt kein Gefühl, in welchem Raum Jan war, sondern nur die ganzen Dinge, die Jan erklärt hat. Erstmal im Wohnzimmer. Auf dem Boden gibt es ganz lockige diese Teppich. Und...Dann gibt es diese kleine, ich weiß nicht, welcher Raum war das, aber gibt es Klavier, das ist ein alter Übungsklavier. Und da oben gibt es diese Metronom. Vielleicht Jan hat das so, als er das gespielt hat, benutzt miteinander. Und daneben.Was war diese Maschine? Nähmaschine. 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 Und gibt es auch Fernseher? Gibt es dieses Sofa? Ich weiß nicht, wo diese Fenster gab es, aber es gibt Fenster. Und das war die Übergang. Ah, und es gibt auch diese Küche-Übergang auch. Und da oben gibt es diese Magnetik.Neben dem Fenster gab es Kiefer. Neben der Sofa? Ich erinnere mich nicht daran. Das war's.自分の家の話をしてくれた時との今の違い、どういうふうに違いましたか？Ich kann irgendwie mir nicht so gut vorstellen.すごい、今すごいコメントしてくれましたね。その通りですよね。なんでかっていうと、知らないからなんですよ。つまり、当たり前なんですね。想像ができないというのは当たり前で、別の言い方をすると、それは作らなければいけないんですね。それが今から役立つことの、これまでにはなかった完全に新しいところで、ここまでは作る必要なかったんですよ。だってもう知ってるものを喋ってるから。例えばですよ、ソファーがあるっていうふうに言ったら、その時にソファーを思い描くことはできると思うんですね。まあ、なぜならば、それはまずソファーってどういうものかは、知ってますからね。ヤンさんの家にあるソファーが具体的にこういうソファーだってとこまでは知らないけれども、
アンさんのパフォーマンスでもそこはそソファーが想像されてるってことは見えたんです。その先の中で、ここから取り組んでいきたい課題っていうのが2つあります。一つはじゃあそのソファーはその家の空間、部屋の空間がどういう空間でそこにどういうふうに置かれているのかっていうことはなかったということですね。まずそれを作りましょう。でこれは知らないし、実際に皆さんの家に見に行くとかいうやり方でそれをやらないのだとしたらもう作るしかないです。で別に見に行く必要がないっていうのは、例えばですよ、この話はオリジナルのモデルがヤンさんの家が実際にあるっていう話題を喋ってますけど、例えばそれこそ書かれたテキストなんかにはそのオリジナルの本当はここはこうなってるみたいなことが存在しないものだってあるわけですから、つまりそういう場合は作らなければ結局いけないということ。お母さんが自分の家の話してる時にもいろんなものがありましたね。例えばここに、コンピューターが置いてあるとかって言った時に、そのコンピューターは部屋の中のどこにどういうふうに置かれてるかっていうのは当然ある。そのことと、今ヤンさんの家のソファーの話をする時にそれがないってことの違いがあって、母さんの家のコンピューターのようにヤンさんの家のソファーもある空間の中にある仕方でそこに置かれてるわけです。でそれを作るってことです。でもう一つは言葉と想像の生まれてくる順序、自分のことの家について喋るときはまずその家の想像があってそれを言葉にするわけですから、想像が先にあって言葉は、まあ動きもなんですけど、そこから生まれてきます。けれども、自分自身の経験、記憶が想像として使えない今のような場合、まあそして多くの演劇のパフォーマンスをするってことは、そういうことが求められるんですけど、の場合は、自分がこれから言葉にするものを想像しようというふうに なってしまう。これは自分が言葉にしようとするものを想像するのではなく、自分がすでに想像しているものを言葉にするにしていきたいわけです。さっきお母さんが本棚、ドイツ語で何て言うか分かんないって時があって、最後の時にちょっとそこ、これのヒントになるようなことが起こってたと思うんですよ。うん、大ヒント、でもその想像はもうあったわけじゃないですか。そこに本棚の、だからその時は想像が先にあったわけです。その時の感じ、これなんて言うんだっけってちょっと単語忘れたりみたいなことって別に外国語だからとかじゃなくて、僕なんか日本語でもよくそういうこと起こりますけど、まあそういうことは人にはよく起こるけど、それは言葉が出てこないだけであって、そのものを想像するっていうことは別に言葉が出てこなくたってできてて、つまり言葉なしで想像だけあるって状態がその時に生まれてるわけですね。パフォーマンスの中でそういう時があるってことが、僕はそれがいいパフォーマンス、豊かなパフォーマンスだと思うんです。つまりパフォーマンスが、役者が観客に与えているものが言葉だけであれば、言葉が出てこないときは何も与えられてないってことになるから、つまりそれはそこには意味がない、何の意義もない時間になるんだけど、想像があれば言葉が発されてない時間でもその想像を与えるってことはできていると思う。そしたら喋られてない時間、それは言葉が出てこないってことかもしれないし、もうちょっと意図的に言葉を発しない時間を作るってことかもしれないけど、何にせよその時間は言葉がなくても何かは与えられている時間にすることができる。そう、言葉と想像、さっき、順番って言ったのはそういう意味です。先に想像がある。それから言葉にする。質問があります。
Soll Sprache und Vorstellung soll das so wie parallel laufen? Also wir eigentlich nicht aus der Vorstellung schöpfen sollen, was das Generieren der Sprache betrifft, dass sich das nicht direkt bedingen soll. Stimmt das? それは僕が演劇作るときにすごく大事にしていることと関わってくる的をついた質問ですね。クリエーションの現場でよく言うのは、俳優が演じているときのその想像のトラックを作るっていう言い方をするんです。つまり、例えばセリフを与えられますよね。だから、それは、それはこう、なんていうの、紛れもない、それはテキストのトラックなわけです。でつまり、その与えられたテキストっていうのは、はい、これがあなたのトラックですよと。この上を歩いてくださいねっていうことなんですけども、もう簡単に言うと僕は俳優にそのテキストのトラックを歩いてほしいと思ってないんですよ。そうじゃなくて、そのテキストをやってる間に、間には想像のトラックを作って、その想像のトラックの方を歩きながらそのテキストをやってほしい。それは、俳優は、演技は、その人の持っている想像ってものが、その人が喋っている言葉とは別に、なんだ、同時に、つまり、異なる、レイヤーにある二つの別々のことを、どっちも、観客に与えることができて、その方が言葉だけが与えられるよりも、与えてうるものとしてより豊かだと思ってるっていう、まあ僕の考え方なんですけど。はい。でも今まだ、あれですよね。カンさん、アイアンさんの話をするのしかまだやってないです。そうですよ。だからもう一個、もう一個そのヤンさんの方にもやってもらいましょう。Man betritt den relativ kleinen Raum, die ganze Wohnung besteht nur aus einem Raum eigentlich, durch eine Tür, die sich mit einer Karte öffnen lässt, mit einer Schlüsselkarte. Und bevor man die Karte auflegt, checkt man aber noch kurz, ob die Tür überhaupt zu ist, weil manchmal ist die Tür einfach offen. Und dann betritt man das Zimmer durch so einen kleinen Vorflur. Und wenn die Schuhe dreckig sind, dann bleiben sie draußen, ansonsten werden sie mit reingenommen. Und gleich hinter dem Vorflur ist rechts so ein Bett. Das ist relativ schmal. Es lässt sich auch klappen. Also man kann das Bett so hochklappen, dann kann man das als Sofa benutzen. Und dahinter ist ein Bücherregal, was vor dem Fenster steht. Direkt gegenüber von dem Bett ist ein Schrank mit ganz viel Kleidung für 4 Jahreszeiten. Neben dem Schrank ist ein Rechner aufgebaut und da kann man auch am Tablet arbeiten. Wenn man da sitzt, sieht man den Verlauf der Sonne auf der anderen Seite, die Schatten. Das Zimmer geht. Das Zimmer geht nach Süden raus. Direkt auf der Fensterbank sind Flaschen aufgestellt. Weinflaschen zum Beispiel, Herr Golinger. Zwei Weingläser. Wenn man sich um 90 Grad dreht, sieht man noch ein weiteres Regal mit weiteren Flaschen. Manche davon sind leer, manche noch so halb voll. Also, 面白いですね。僕らにとっても面白いんですけど、多分ね、関西にとっては、この話のオリジナルの状況を知ってる人ならではの比較ができてもっと面白いんじゃないかというのは、言葉にしたこと以上にその想像の仕方で、その想像の仕方で現れる空間が
自分が知ってるその本当のものと比べられるから、あ、すごいそうだとか、なんかちょっと違うとか、まあ、例えば僕がちょっと思ったのは、いろんなものの高さ、うん、例えば、ワイングラスが置かれているとされている高さが、あ、まあ、それは二人の身長の違いもあるかもしれないけど、そんなに高くない、本当のは高くないんじゃないかなとか思ったりもしたんですけども、まあ何が言いたいかというと、想像のディテールって僕は結構見てる人には伝わる感覚に働きかけてくるっていう仕方で伝わってるって僕は思ってるんですよ。想像することを、自分が今持っている想像が体の動きとして現れるっていう仕方に、簡単に言うと2種類あると思ってるんですね。一つは自分が体を動かすことで、例えば、まあ、主に手が多いとは思うんですけど、その想像を、自分が今どういう想像をしているかということを示すという動き。まあ、どちらかというと、自分から想像の方に向かう矢印の向きを持つ動き。それとは別に、自分が想像してしたものが、こっちの方に働きかけてくるっていう、つまり矢印が想像の方から自分の体の方に向かうような感じの体の動きっていうのもある。その二つ目のやつの方がより面白い。これはその家の空間とはちょっと違うけれども、すごく極端なことを考えると分かりやすいんですけど、例えばここのラインが崖の縁でっていう風に想像してみましょう。そしたら体には当然こういう力が働くわけですよ。例えば想像から働きかけてくるとそういうことです。でも今のは何ですかね、落ちたら死ぬみたいな極端な話だけど、そうじゃない。例えば棚にワインが並んでるだけでも何かわかるわけです。で、例えば僕なんかは、僕の部屋の冷蔵庫は僕よりも背大きいしでかいから、威圧感っていうとちょっと大げさですけど、でもちょっとしたそういうものは迫力は感じるわけですよね。で、その時に例えば冷蔵庫がありますっていうふうに示すようにする場合よりも、そこに冷蔵庫がドンってあったときに、その冷蔵庫の方からこっちに来るものが、ものの作用を受けている方が、ここに冷蔵庫があるっていう想像が、より物質感を持つ。だから、例えば今やってる、その家の間取りを話すっていうのは、例えば家っていうのは、壁とか天井とか床とか家具とか、そういう物理的なものでできているんですけども、でもそれだけじゃなくて、そこにいろんなものがくっついてますよね。例えば自分の思い出とか、なんか例えばここは好きとか、ここが気に入ってないとか、まあいろんなものがそこにはくっついて、例えば冷蔵庫でかくてなんかちょっと押される感じがするっていうのもそうだし、ある空間を見たときに、それが持ってるアソシエーション。そういうディテールがくっついてくると、よりその想像は体を動かす力を強くしていく。で、ちょっと理想化しすぎた言い方になっちゃうかもしれないけど、そうやって十分豊かな想像を持って作っていれば、あとは自分の体っていうのは、その想像の影響を受けているっていうだけで、どんどん面白く動いていく。自分からこうやって動こうっていうふうに、自分でやってくるんじゃなくて、想像から与えられる影響を受けるっていう仕方で動いていく。そういうふうにしていくと、面白いっていうのが僕の考え方です。自分の家のことを話すときに、こういうふうに想像を設けてて、っていうことと、相手の
家の話をするときにの想像の仕方を比較することができると思います。簡単に言えば自分のものに対する想像が豊かなのに比べると相手のものの想像、家の想像はまだまだ貧しいなってことが比較すればわかるだろうと。で、それを少しでも自分自身の家の話の時に持ってるものの豊かさの方に近づけていけたらいいなと。それはすごく大変で時間がかかることなんですけども、考え方としてはそうです。もう少しこの特化越した状態を続けていきたいんです。具体的に心がけてみてほしいのは、さっき言ったことですけど、想像していることが先にある。今から言うことを想像するのではなく、想像しているものを言葉にするということをトライしてみましょう。このワークショップの場合、正しい想像を持てるかどうかっていうことではなくて、どんなに間違っててもいいから、なんか具体的なものを自分の中で勝手に作る必要がある。